岩手と熊本の震災復興記念マッチです。2019明治安田生命 J3 リーグ第4節、岩手グルージャ盛岡対ロアッソ熊本の一戦をお伝えします。会場は岩手県盛岡市にあります岩銀スタジアムです。改めてホーム岩手グルージャ盛岡のスターティングメンバーとシステムです。 3-4-2-1 のシステム。ゴールキーパーは土井、ディフェンダーは右に木下、中央に福田、そして左に深井、右のワイドに鈴木達也、左のワイドに麦倉、そしてボランチは嫁坂と吉田、ツーシャドウに梅内と矢部内、ワントップに菊池翔太です。対するアウェーロアッソ熊本の先発メンバー、そして予想フォーメーション、こちらはシステム 4-4-2 です。ゴールキーパーは山本、ディフェンダーは右から黒木、鈴木、小笠原、左に高瀬、中盤は右に田村翔太、岡本が今日は新たに先発です。中山とコンビを組みます。左に注目の坂本、2トップは佐野と原和樹です。嫁坂もいます。麦倉下を狙ってきた、わずかに左です。非常に惜しいフリーキックでした。さあここは岡本から黒木、黒木から田村を走らせる、佐野が中央で待っているが、その佐野に渡る、佐野のシュート、土井康平しっかりと抑えました。前半の15分のシーンです。右の田村からクロス、最後は佐野、右足を振り抜いていきました。原がフリーだ、左足のシュート、最後後ろからのプレッシャーがあったでしょうか。深井がまずついていましたが、深井のスライディングにボールが当たってという軌道がそれていきました。福田、菊池、矢部内に渡る、さあ矢部内はどうするか、矢渕左足シュート、ショートコーナーには嫁坂がいます。ファーサイドを使うヘディング、最後は菊池だったでしょうか。やはり菊池翔太のヘディングシュートです。前半も終了間際、やはり麦倉だ、これはポストを叩きました。ポストを跳ね返ってキーパーに当たって出たでしょうか。高瀬、中山、坂本、前を向く、体を入れて守りました木下、とこれがチャンスを迎えた、決まりました、ヘディング、クリアボールこぼれたところ、最後田村翔太のゴールです。後半20分、岩手にとっては不運な形となりましたが、それを見事ものにしました。ロアッソ熊本、田村翔太、このシーンです。しっかりと木下は体を入れて坂本守ったんですが、このクリアボール背中に当たったところ、最後田村が押し込んでというヘディングシュート。岩手にとっては不運なゴール、熊本にとってはこれ以上ない最高の形でのゴールとなりました。さあどこに合わせるか、低いボール、もう一度麦倉クロスボール、ヘディング、キーパー正面です、山本。さあサイド合わせました、麦倉、こぼれたところ、もう一度麦倉、最後ヘディング、菊池のクロス、さあここで抜け出す宮市、宮市のシュート、もう一度麦倉、深い、深いのクロスボール、パンチング、鈴木達也、ファールがあって山本が倒れています。宮市がまずはシュートを放っていって、こぼれたところ麦倉のシュート、そしてその後深井のクロスですね。ここで混戦、嫁坂の頭に顔が当たってしまったという状態です。
このボールがつながればというシーンだったんですが、と北村、ここで試合終了のホイッスル。ロアッソ熊本、苦しんで苦しんでようやく掴んだ今シーズン初勝利。これで勝ち点5。なかなか勝ちがなかった3節まで、ようやく4節、この岩手雪の中で掴んだ勝利です。